中学高校というとやっぱりその人生で最も大きなそのいわゆる異性とのね、うん、そのなんていうか、硬いですね、言い方が。イベントになるわけでございますけども、はい、割と自覚的に、あ、これが初恋だなと思ったのっていうのはいつぐらいですか？中学3年かな。それが面白かったんですよね。この間ね、人違いかどうか分からないけど、名古屋のコンサートの時にね、その初恋の相手がね、最前列に座ってたの。最前で、列普通ね、最前列の席って私言うの、嫌味なんだけど、取れないんですそうよ。ですね。だけど、結構業界っぽいって、違う業界だけど、広告とかそういう方に近いっていうのを聞いてるから、実際にステージの、プロデューサーじゃない、ディレクターの黒田さんっていう人がね、その妹さんとかをよく知ってて、その子のお兄さんと私が付き合ってたっていうことも知ってるわけね、周りが、何人かが。で、いたんですよとか言って驚いて。へえ、だって初恋が中学3年なんですか？遅すぎ絵まのせん？学校にその頃から通ってたから、予備校にね、お茶の水美術学院ってところに、そこで知り合った人なんだけどね。割とじゃあ奥手じゃないですか、その実践としては。実践奥手ですよ。生理来たの遅かったんだもん。それはあんまり関係ない関係ね。ないか。実践奥手なんだ。だって小学校、まあ中学時代にもなんか華々しい話も何もなかったんだ。中学の時はないですね。高校になってから結構全開した。スロスロした全で。開もしないけど、残り物に服っていうかね、とにかく変わった子だったから、あんまりその頃にみんながすごく注目するような、10代で受ける男の子、10代で受ける女の子っていうのから少し離れてたんですよね。だから、あんまり苦労はなかった。なるほど。残り物同士でこれも変わちりゃんと者同価士値でを、見出し合っだかたらかもし今割と振り返ってみてもね、今あっても違和感ないような、なるほど。あの時のチョイスは正しかった。そうそう、正しかったっていうより普遍的なチョイスしてたって 中学校3年の時ってなんかこのルージュの伝言によると、もうなんか最終的な段階まで行ってしまった恋愛体験なわけでしょ？それとは違中う。学の3年、それとは違うんだけどね、なんて言って。結構いっぱいあるんじゃない？そうね。若い時って1ヶ月が1年ぐらいの感覚でしょ？そうですかね。だから3ヶ月も付き合ってると、3年ぐやらい。たらもう、長く付き合ってるような。ただその物本によるとそれほどハッピーな体験ではなかったという、そういう、それほどハッピーな体験っていう人いるのかな？よくわかんないけど最初はとりあえず捨てちまえっていうのないですか？ 私女じゃないからよくわかんそうないか。ですね。で、まあそれと関係させるっていうのもほとんど、またあなた深い読みしてとか言われるかもしれないけども、松任谷由実の歌はほとんど恋愛がテーマになってるにもかかわらず、いわゆるそのなんていうか濡れ場的な表現が非常に少ないですよね。それは委ねるっていう感じですよね、聞き手に。だけど、なんていうのかな、状況証拠的なものとしても、ほとんど出てきませんね、見事なぐああ、らい。これでね、宣伝になっちゃうんですけどね、小林麻美さんのプロデュースをしたのが3月にリリースされるんだけど、グレーっていうタイトルで。目いっぱい。それはね、結構出てます。目いっぱいじゃないけどね、数曲。僕、他人には書けると思うんそうだ。なの、そうなの。だから自分で書かないというだね。からそれを松任谷由実のあれだと思わないでもらいたいんですけどね、実際にその行為だとは思いわや、ないだでけどほそしれいんです恥ずけかど、しいんだと思うんですよ、ユーミンはきっと。私自身に書くのが。声に合わないんですよそね。んな関係ないですってな。だからよく私に対してそういう言われることあるんですよ、もっと強烈なの書けばって。いや、そうはだ思からわそないれでをすけね、ど。要求するんだったら、じゃあ木杉さんとか秋さんとかにもう聞けばって言いたくなっちゃいや、だけどほら、ユーミンってすごく発言もラジカルだし、で、割とズケズケとこう、う。物言うし、で、割とその下半身ネタに対してもほとんど抵抗を示さないけれども。その綺麗な言い方ですね。下半身ネタに対しても抵抗を示さないって。うまで、いな。で、ところがその自分自身の作品ではほとんど、僕、一番それを感じるのは台風っていう曲なんですけども、あれはすごく、
20代後半というか30代そこそこの女性のすごくいい、あ、じゃあ浅見ちゃんのはね、うん、あればっかりだ、うん、きっと書くとしたらあのパターンだと思うんだユーミンが、うん、だから結構ねそういうことに対して作品化するのに照れと恥ずかしさがすごくあるんじゃないかというね、旦那に対する遠慮だったりとかね、それはない、それはないか、どうですかマジで照れあるかもしれないですね意外と照れ屋なんですよね。そりゃそうですよ、照れ屋じゃなきゃこういう音楽やってませんよ。いやというか、うん、あのすごくそれは感じます、うん、すごくあナイーブな、あの本当台風っていう曲聴いてもね、うん、あナイーブな女性だなというのは感じますけども、それ深読みでどうもありがとうございますでだけどこれだけ作品があってこれだけ悩みがテーマ でないというのはやっぱりあの、ね、マスエミにとってのいわゆるそのなんていうのかな、こうセクシャリズムというかね、そういうのってすごく結構一つのこうなんか、傷というか、うんうん、になってるなっていう感じがするんです。そう、うん、そうは思わないんですけどね、別に照れで言ってるわけじゃなくて、じゃあそれはそこまではねこの印税じゃ見せてあげないよっていうのありますよはっきり言って、この印税だっていくらお金取ってるんですか、だって一人が払うのはビビたるものですもん、その収益したものはいっぱいあるじゃないですか、うんうん、それは関係ないそれは私の努力、私の実力だ、努力、売るための努力っていうか、うん、奥の手いっぱいありますよ、でもと思います、はっきり言って、うんうん、だけど、だけどそれは出さない、出さないっていうか、出せないんじゃないかっていう、出せなくはないですけどもね、そうかな、うん、だっていつでもやろうと思えばね、50とかの頃に、うのちをみたいになったっていいし、おこもりのおばちゃまになったっていいし、うん、なんかそういうのすごく感じて、それとまあ招待券を一緒にするっていうのは無茶だっていうのは分かんないけど、そういうなんていうのかしら、直接的な表現をしなくても、うん、イメージでね、うん、あるこうセクシャルな霧が聞き手の頭にかかるってことはあると思うんですよ、うん、それを狙いたいわけ、うん、それはなんかもっと大きな意味のなんかセクシーな雰囲気ですね、うん、もっともっと直接的なものを喚起する、うん、そういうものもないですよね、うん、マスエさんのそうですか、ね、それはすごく、何せ私はねこのインタビュー山のようにレコード聞いてね、あ、そう、どうもありがとうございますお忙しいいや、とんでもないですよ。で、ところがでも一曲一曲違うでしょ、同じようなテーマを扱ってるように見えてきっちり、そうですね、私も今までのをね聞きはしないけれども詩を、特に詩を書くときに反復するから、うん、あれはもうあるなということでしなかったり、うん、なるほどね、さて今アルバムパールピアスから忘れないでのを聴いていただいておりますけれども、続いては今松谷さんの話にもちらっと出てまいりました、彼女がプロデュースしている小林あさみさん、彼女にいろいろ松谷由美さんについて、聞いてみました。もちろん例えばパールピアスとか、ある種のすごいジェラシーですよね、女の持つジェラシーとか、例えばパールピアスなんていうのは男の部屋にわざとイヤリングを片っぽ置いてきて次の女が見つけるだろうとか、うん、例えばわざと髪の毛を落としてくるとかね、うんうん、そういうなんか絶対言いたくないんだけれども、うん、でも女なら誰でも持ってるある種のジェラシーを、うん、ユーミンはドロドロとしないで非常になんか、うん、潔くジェラシーしてるっていうか、ね、そういうのはなんか隠れてジェラシーじゃなくて潔いんですよね。だからもちろんその素直に初期の頃の曲のようにきっと言えるとか、ね、どんな時でもきっと言えるあなたが好きとかね、なんか非常に女の持つ多面性をとってもすごく素直だと思う、うん、ジェラシーも恋も愛も失恋も、うん、なんかストレートっていうか、湿ってないように思われがちだと思うんですけども、意外とちゃんと心の中がしっとりしてるっていうかね、そういうものを感じます、だから女なら誰でも抱く感情っていうのを非常にうまく調合してるなっていうか、そういう感じが、単純に一ファンとしてね、ユーミンの曲聞いた場合聞いて、一曲一曲そう思いますね。
小林さん、浅見さんも言ってらっしゃるように、とにかくユーミンというのは割と詩を高く評価されるそういうアーティストでもあるわけですね。それのことを続いては音楽評論家の小倉英二さんにいろいろ聞いてみました。男の立場から聞いてユーミンっていうのはなかなかこう分かりにくいところがあってですね、実は僕なんかは長い間気づかずにいたんですけれど、実は彼女がやっぱりその女性ファンの共感を得てるっていうところに関しては、女性が常々思ってたり憧れたりすることをそのままズバリ言い当ててることだと思うんですね。一番端的に示している曲に最近では例えばその青春のリグレット、それからちょっと前にあるんですけれどデスティニーっていう曲があるんですね。まあ、特にデスティニーっていうのは彼女のコンサートの主要なレパートリーなんですけれど、そのメロディーとか歌詞についてわりかしこう歌われてるにもかかわらず、そこで何が歌われるかっていうことに関しては曖昧なイメージしか捉えられてないような気がするんですね。例えばそれはその他の恋人のとこに行ってしまった恋人、つまり男の人の話なんですけれど、その人が恋人のとこに行ってしまって、その私のとこに戻したいっていうのかな、そういう恋の関係を取り戻したいがために自分を着飾ってみせてですね、その私がいかに大きな魚であったかということを見返すっていうのかな、そういうふうなことを日頃心がけてきて、そのために他のことには見向きもせずに自分を磨くことに精一杯になって生きていくっていう女の人の話なんですね。でしかもそれにはすごくオチがついてて、毎日着飾っていたのにたまたまその昔の彼氏と出会った時にはその日に限ってすごく安いサンダルを履いてたっていう、すごく惨めなそのすれ違いがデスティニーっていうのかな、その辺は歌を聴いてたけど分かるんですけど、その辺のこうフック引っ掛けとかシチュエーションの作り方、それからその女性の心理、つまり見返すみたいなことに関して、僕なんか全然考えてもいなかったんで、それはすごく面白いことだと思いましたね。それから青春のリグレットなんていう曲はただ単に聞くとなんかこう僕なんかにとってはすごく甘酸っぱい歌に聞こえるんですけれど、そこで歌われているのはその女の子が男の人に別れをつけるときにですね、憎たらしいほどの感情でもって彼氏を突き放すわけですね。だからそういうところに、つまり憎んでいてもいいから私のことずっと覚えていてほしいとかで、自分、そういう心理ってのはなんか常々女性にはあるそうで、僕も全然分かんなかったんですけど、そういうふうな歌詞がいろんなところにあったりする。で実はそういうことに関してはね、案外そのユーミンの作品論とか語られることが少ないんで、案外ジャーナリストの人とかは気づかれてないことのように思いますね。それとすごく彼女の作品がすごく好きなところで、すごく下世話なんだけれど、例えば性的関係のこととかそういうのを言わないのが僕にすごく好きなんですね。それはやっぱり彼女自身が考えてることだと思うんですけれど、やっぱり常に最低の品格は保ってるっていう、そういうところに僕はやっぱりすごく魅力を感じます。だから逆に彼女からそういう過激な描写とかっていうのは僕はそんな期待しないんですけど。今やユーミンのコンサートではもう定番と化しております。デスティニーを聞いていただきました。さて続いては今度はユーミンに彼女の少女時代について聞いています。割とそのなんていうのかな、兄弟の中ではスポイルされてた方だと自分で、そうでもないんですけどね、言ってますけど作ってんじゃないかと思ってるんですが、別に家族の中とは限らず学校でもね、自分は人と違うっていう意識が早くからあったみたいな、少しおしゃに構えた、割と自意識は当然のこと強かったの、そうですね、非常に強かったと、小学校の頃から強かったですか。で人のに真似されるのがとにかく嫌いでね、今でも嫌いなんだけれど、例えば絵の描き方やなんかでもちゃんと遠近法みたいなので書いてたんですよ。子供は普通線の上に家が建ってたりひまわりが咲いてたりするでしょ。並べるだけですもんね。それがちゃんとね、こうなんでか分からないけど埋まってるように書いてる。なるほどね。埋まってるとか言われて、例えばだからそういうクラスの中でなんか私は違うわみたいな、そういう自意識ってのはいつぐらいから芽生えました、記憶の中では。そうですね、幼稚園の頃からあったみたいな、本当に。具体的にはどういう形であるわけですか。なんかうちの母親が冗談でね、大きくなったら宝塚に入れるとか言ってたのね。いつぐらいの時。幼稚園の時に。それを幼稚園の先生に話してるのをふざけて言ってたんでしょうけどね、聞いててね、なんか変わった世界に行くように親が考えてるんだとか思ってましたよ。でちゃんとそういうのをそういうふうに自分でなんかこう情報としてちゃんと処理していたんだ。そうね、
混ぜた子だったんだ。というかものすごい頭いいね、私って。頭が良かったと思う。だってそれってしょうがないもの。まあそうだよね、佐賀だから。佐賀だからね、うんうん。幼稚園の頃からじゃあそういう感じで、周りとは全然私は違うわみたいな、そういう強力な自意識をずっと持ち続けていて、そう、うん、邪魔になりませんでした？邪魔ですよ、すごく。ねえ、うん、だから今こういうふうに言うとね、うん、後でこじつけて自分で伝説を作ろうとして言ってるように思われるかもしれないけどね。本当。でその自意識が邪魔だっていうのはいつぐらいから？中学から女子校だったんだけどね、うん、まあミッションスクールの、うん、女子校って陰険なところがあるでしょ。そうですね。で人と違うっていうふうにやってることが、うん、それこそスポイルの対象になったりするから、うんうんうん、なるほど。最初の頃はね、人をオルグしていじめる側だったんだけど、うん、そのうちもう中学の終わり頃からね、めんどくさくなっちゃって派閥作るのも嫌、うん、もう一人で勝手に、もうその頃から音楽やりだしてたでしょ、うんうん、曲書いたりね、うん、で学校の勉強とか真面目にやってたんだけど、一応その課外活動というのがあったから、うん、人知れずやってたんだけど、うん、なんかこう告げ口されるような面倒くさい感じでね、うんうん、小学校の頃はもう典型的な少女漫画の根性悪の女の子だったって。そうそうそう、自分で言ってた、それも本当かなって気がするんだけど、最初の頃は小学校の低学年の頃とかは、まあ、これもなんかで言ったかもしれないけどね、学校と家が一本こう裏通り一本ずっと、うん、そうね、500メーターぐらい歩く感じかな、うん、で雨が授業の途中で降ってくると、お店のお姉さんが届けてくれるわけ、傘をね、うん、で帰る頃に晴れちゃってたりすると、その傘振り回しながらね表通りの方から自分のお店に帰って、こんなの邪魔になっちゃったじゃないとかっていうよ。本当にそうだったの。ことごとくね。それはなぜなんだろう。そういうのでやっぱ自己主張してたのかな。私は、ね、私はこれよみたいな感じで、うん、なんかだけど、その子供の頃ね、割と意地悪な子だったっていうのは、自らを意地悪な子だというふうに設定して、うん、後で楽しんでるんじゃないかっていう。いや、それはなかったみたい。途中から分かったね、あれはすごい嫌な子なんだってことを。小学校の高学年ぐらいから思わず反省しました。後では反省っていうんじゃないけど、このままじゃ人生ダメになると思ったね。人生って言葉は意味がまだ分かんなかったけど、このままじゃなんかすごくだんだん寂しくなっちゃうっていうことがある日気がついたみたい、うん、子供心に。なるほどね、うん、で逆にアイドルになろうというかね、そこで人を懐柔する方法を学んじゃったんだ、うん、逆に意外に、うん、なんか本当に待ってたことですね。だからそのお店の人たちがね、今はそうですね、実家に帰ると合わせて50人ぐらいの人がいるかな、子供の頃は80人とかそのぐらいだったんですよ。うん、結構大棚でね。ですね。その中ではアイドルでしたね、兄弟の中でも。うん、一番、なんていうのかしら、積極的な性格だし、うん、本当は思わないんだけど、うん、単純に明るいとは思わない、苦節はしてるんですけどね。うん、アルバムオリーブから奇襲を聴いていただきました。その頃、例えば、小説とか、ええ、テレビとか、うん、まあ、漫画とかなんとか、うん、そういうもので自分自身で一番印象に残ってるようなものってあります？小学校時代、まあ、いろんなものがあったんですね、うん、兄弟が上にいたから、うん、あと母親の本とかもあったし、うん、母親が子供でもないな、少女時代に読んでたものとかが全部オクラみたいなのがあって、その中にあったんですよ、うん、でよく悪いことするとそこに閉じ込められたりしてたから、兄が読んでた少年ケニアとかね、うちの母親のなんかは、ね、これがすごく形作ってるんですけどね、私をね。吉屋信子のね。吉屋信子、うん、小学校の頃？そうそう。あと吉屋信子の、そんな徳川の婦人たちとかそういうのじゃないのよ。昔の少女小説、あの道子の道とかね、書いてたんだね。ベニスズメっていう小説とか、やたら大連だのね、シベリア鉄道だの、満州事変とかなんかそういう感じの、その出方な
うん、小説の字は大きいんだけど字は大きくて何々しませんの、うんうん、あの文字遣いなんだけど、絵がマダム・ソレイユ的な絵でねあの何足原なんとかさんじゃない、中原、ほらあるじゃないですか、昭和初期のイラストい、うん、いわゆる少女小説のイラストね、綺麗な、うん、川端康成とかも読みましたよ。川端康成って昔少女小説だったみたいね、後で聞く、うん、川端康成だっていうことは分かって読んでたんだけど、うん、その雪国とかそういうのじゃなくてね、あの歌劇学校とか、ね、ああいうなんていうのかしら、すごいめめしい世界を雑誌で書いてたみたいよ、うん、後で人に聞いたらね、そういうの知らずに読んでたりしましたけどね。で、石原信子のはいわゆるその少女小説のウエットな部分じゃなくて、なんかすごくウエットウエット、あ本当、完全懲悪でね、意地悪い子が最後にこう屈服するの、意地悪い金持ち娘が貧しいあの少女、清らかなね少女と、あのいろいろ恋のさや当てとかをして結局はその赤ちゃん取り替え事件だったみたいな話とかね。あ、なるほど、少女漫画の原型だね。そうそうそう、へえ。でその吉野信子のそういういわゆる完全懲悪みたいなストーリーで語る必要を感じてたわけなのかな。そうね、そうだわ、うん、それがあの自分はまあ最初はいい方の役に感情移入するわけだけど、うん、そのうちいや悪い方がかっこいいってね思い出したね。中学の頃はもうそれを読んでたわけじゃないんだけど、うん、そうね、小学校の低学年か中学年ぐらいの時に混ぜてそういうものを、うん、あの埃だらけのやつをね、うん、見たりしてたことが残っていて、うん、それに対して違う評価を下していったって感じかな、うん、へー。それはかっこいいっていうのはやっぱりその常に価値は相対的なもんなんだから、そんな一方的になんとか決められないみたいな、うんうん、へえ、すごいね、うんうん、でそれは今考えると良かったと思って、うん、すごくユニークな考え方だし決して古くならない考え方だような気がする、ね、うん、自分はその生い立ちとかいろんなことからね、その与えられた本の中ではいい役にならなくてもしょうがないわけじゃない。そうね、うん、自分がそこでヒロインになるあのトラックを作ればいいわけだから、うんうん、なるほどね、うん、僕意外にそういう意味で四畳半批判とかをね、うん、楽にできたっていうのはあるかもしれませんね。評論家みたいに自分のこと僕も昔隠密剣士見ながらね、嫌える方に同情してたけどね、あ彼らも家族があるのにとか思ってた。私ああいうもの好きだったんですよ。それとああいうね、笛吹き童子とかね、はははは、時代劇、うん、時代劇のちょっと驚しいものが昔あったでしょ、うんうん、今はあまりそういうのないけどね、うん、時代劇自体がないけど、うん、昔ってやたら妖怪がそういう普通に出てきたり、うん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 、あの猿飛びサスケ的なものとかね、うんうん、あの人質ごっこみたいなのが好きでしたよ中高の子だ、なんだ人質ごっこサドマゾなのかなと思う。マゾの要素があるみたい。あ、本当、うん、人質になるのが好きなの。人質になるのが好きなの。人質になって、うん、助け出されて、うん、何かあの敵を打ったりするの何人質ごっこっていうのは、こう両方に分かれて、じゃあな、新井さんちの由美ちゃんは人質よみたいな感じで、うん、そうそうそう、でなんか暗いとこに人質じっているわけ、うん、でそこでなんか自分でストーリー作っちゃうみたいな、うん、本当にそういうことやることもいたんですか、周りに。なんかほらあのコンセプト立てればみんな子供って遊びじゃない。それでコンセプト立てる、なるほど、コンセプト立てたよ、すぐ遊びでも、うん、でリーダーシップ取って人質になってたんだ。そう、小学校の時は完全にガキ大将でしたね。いじめっ子だったし、うん、あのでもなんていうのかしら、周りに家に帰ってくると大人の人がたくさんいるから、うんうん、そういう中ではおとなしくしてるっていうよりも子供らしくしているっていうか、うん、むしろそっちの方が演技だったり、内弁慶の逆かしらね。ああ、なるほど、ね、うん、両方楽しんでた。外だとすごいの、うん、完全にいじめっ子だったね。あの今のシカトとかあるでしょ、うん、ああいうの知ってたもん、小学校の時からコバルタワーから雨のステーションを聞いていただきました。ところでユーミンといえば割と怪奇な発言とか派手なステージ等々が有名なわけですが、それとは裏腹にというか、むしろまあだからこそというのか、基本的には非常に意外に真面目だという気がするんですね。でそこで彼女のコンサバというか、こう保守性みたいな面についていろいろ聞いてみました。
コンサバって言えば、面白い発言があって、マサヤさんの、ジャネス・ジョプリンまでは行かなかった。私はグレース・リックまでだったっていうのね。あれすごい面白いなと思って、うん。そうね。ああいう、その、アナーキーにね、うん、は、絶対なれないと思う。うん、だけど、それは人目から見て、そういう感じであって、うん、自分の心の中ではどういう、過激な発想をしてても、ね、うん、いいわけでしょ。うん、ものすっごい悪党かもしれない。心の中では、うん、外目にはすごくこう形式を重んじて生きてるように見えるかもしれないけど、結構いろいろなね、六本木あたりで遊んだりなんかしてて、で行っちゃうと思えばどんどん転がっていけるような状況にあったんだけども、だけどいや私はっていうところでその受験に戻っていった、そういうなんかその保守性というか、うん、真面目さみたいなのは、ね、それは何なんですか。何なんでしょうね。自分でも分からないけど周りの人からはすごく真面目だって言われますよ、うん、でプリンスのステージ見に行った時にね、うん、ああこの人真面目だと思ったの。でこの真面目さかしらと思った私。どうして真面目なの。なんていうのかしらね、すごくセクシャルなことをやるとかね、うん、パフォーマンスでそういうのをすることが不真面目ってことじゃないわけですよ、うんうん、自分の中に宗教性みたいなものがあってさ、うん、それに向かってストイックになるっていうの。あ、なるほどね、うん、あ、そういう言葉で言っちゃうと平ったいけどそういうのが私の中にもあるわと思いましたね、これを人が私に対して真面目って言うのかなっていう、うんうん、だけどもどうなのかな、例えばそのでもこういうのっておかしいね、自分が自分のこと真面目って言った途端不真面目になっちゃうのね。そんなことない。言わなくてさ。そんなことないよ、真面目な人なんだけど。まあ変なあれだけども、例えば旦那以外に好きな男の人ができるじゃない、うん、で走っていく、うんうん、とか誘導尋問で、はい、違う走っていこうと思えばどこまでも走っていける状況だったんだけども、うん、やっぱり踏みとどまっちゃうみたいな、そういう資質ってあります、うん、ありますね、うん、うん、そのだからその踏みとどまらせるものは何なんですか。自分の中でもっと現実よりもエロティックなこととかいろんなイマジネーションが働くから。そうなのかな、うん、ということにしておきましょうよ。走らない私ということにしておきましょう。いや結構それも重要だって気がするんですよね。そう関係ない、うん、いいよあんまり、だからそこまでは言わないな。なるほどね、わかりました、はい、アルバム昨晩お会いしましょうからグレース・リックの肖像、これはユーミンのインタビューにも出てきましたが、知らない人見るとまずいんでちょっと説明しますと、60年代のロックシーンを代表する、女性ロックシンガーで、現在はスターシップというグループのリードシンガーのグレース・リックをテーマにしたナンバーです。そして、ノーサイドからダウンタウンボーイ2曲続けて聴いていただきました。ここで優しさに包まれたらって曲がありますけど、はい、これアレンジ変わりましたよね。はいはい、これ最初のミスリムの入ってるアレンジあんまりですね。あ、そうですか、うん、チャコボコしすぎてません。そうかもしれない、アルペジオでピアノで自分でやってたから。うん、ここら辺でもね、なんかアレンジにこだわらないマクサイみたいな、うん、うん、だって海を見ていたここなんてまんまやってるだけだもん ねだあれが眠そうでよかったのかもしれないけど、まあそれ結果でさ、うん、でここで例えばそのレコーディングっていう作業に初めていろいろ参加してみて、うん、ああでもないこうでもないとアレンジ口出すようになったり、私のこの楽曲はこのイメージじゃないとダメよとかっていう自己主張はないんだ。いや、未だにないですよそれ、なさそうですね、うん、全く素材をボーンって、もうそれこそタイですよ。牛を汁にしようが息作りにしようがカブトニにしようがしてくださいって感じ、扱いやすいミュージシャンですね。そうそう、今の時アイドルでもそういうこと言いませんよ。マネージャーとかね、そういうブッキングのことでもね、うん、最高に扱いやすいっていうか、最高に優等生だから最も扱いにくいタレントじゃないかな、うんうん、っていうのは自分のことしか考えてないから、自分のためにやってるっていうことがすごくはっきりしてるから、うん、しかし不思議ですね。だって本当自分のイメージと全く違うふうにアレンジ上がってきたらなんかこけません？それが良くなっちゃうんですね。後で。
ああこういう面が引き出されたっていう、そのたまたまうちの旦那だからってことじゃなくて、細野さんがやってくれてるのとかもありますしね。そう、いやもちろんその松任谷正隆がやってるんだってことは大きいですけど、例えば今までこうやって振り返ってみて、これだけはなかったなとかっていう曲はあります？ないですね。だってまたリメイクすればいいんだもん、もしどうしても気に入らなかったらね。そういうふうに考えるとアレンジって虚しい作業だなと逆に思うの。それはアレンジする側にも当然、優れたアレンジャーなら優れてるアレンジャーほど持つと思いますよ、そういう虚しさっていうのは。だけどほら、例えばなんか頻繁に引き合いに出すけど、山下達郎という人がいますけども、彼の例えばスパークリングとかラブランドアイランドとか、もうあのアレンジしか歌えないじゃないですか、あそこまで追い込んじゃうと曲は。例えばあれのカバーバージョン、それは彼のその歌唱法とかね、まあ、音楽感総合、総合してそうなってるんだと思う。だからあれが極端な例とすると、それのまた極端な例が増す意味なんですか、ね、かもしれないですね。アレンジとか興味持ったことありません？いや もちろんいつもありますよ。だから大体こういう感じにしたいんだけどっていうことは言いますね。それが違う感じになることがあるけど、あえて違うものになるってことがあるけど、あと最近だとね、特に詞をほとんど 90% 後で書くんですよ。だからアレンジが上がってきて、最初イメージしてた世界と違ってもね、それを引き出す今度は詞をそれに乗っければ完成品になっちゃうし。で例えば他の誰それのアレンジャーがいるからああいうのに任せてみるとよく聞かれると思いますけども、そういうのはないですか？私の作品に関しては特にはないですね。そういう時期がもし来たら自然と今度はじゃあという話になると思うし、うちの旦那との間でね、まあ今まででももうやめようって話はしょっちゅう出てるんですけどでもやってていろんな面がお互い出ているから、いいんじゃないかな。そうですね、じゃあここでいかにこのアレンジが楽曲によって違っているか、しかし当人は全然気にしてないという、そのサンプルで優しさに包まれたらっていうのを、2バージョン聴いていただきたいと思いますすごく聞きたいことなんですけれども、だから松任谷由実のミュージシャンエゴっていうのはどこにあるのかっていうのはね、何ミュージシャンとしてのエゴ、エゴだからさ、ほら、例えば誰でもそうですけれども、例えば桑田佳祐だと、まあそのアメリカのああいうのは好きだからどうしてもああいう音を出したい、山下達郎ならああいう音を出したい、例えばまあいろいろいますよね、いろんななんか、大竹一ならああいうさ、ああいうポップスをやりたいとか、そういう人はさ、それがね、私はやっぱり音楽じゃないんだと思う、アートなんだと思う、音楽ってことをこだわらずに、絵だったらこういうものが好き、映画だったらこういうものが好きっていうね、何か具体的に誰みたいな音楽をやりたいっていうのがないんですよ、大抵はいるでしょ、佐野くんだったらスプリングスティーンとか、皆無、私はね、だけどほら例えばまあ大まかに、例えばロックンロールやりたいなとか、例えば旦那ならねやっぱ黒っぽいものを行きたいなとか、そういうのがあって、でこうミュージシャン松任谷由実にはそれがないんですよね、ないね、昔から ね、それはすごく自分で得意な体質だと思いませんか？思いますね、日本の中では、ねえでましてこれだけ商業的に成功して才能あるミュージシャンの中ではほとんどいないですよね。誰かこうありますもんね。ありますよ、例えば細野さんみたいにあるんだけれどもないことにしてやっていくみたいなね、そういうすごい屈折の仕方もあるのかしら、細野さんって。ありますよね、すごく趣味性みたいなのはね、私自身がミュージシャンとしてこういう風だったら嬉しいなと思うものとかね、女としてこうだったらいいなとか全部違うんですよね。それが誰っていうことが特に言えなかったりするし、まあ同じこと何度も何度も言ってて申し訳ないですが、いやだからそこがすごく面白いですね。だから、例えばその最初のデビューアルバム飛行機雲を作るときに、私はこういう音にしたいわとかっていう自己主張はなかったわけですよね。ないですね。でましてやなんか気に食わなそうな変なおっさんのバンドが来たけれども、まあとりあえずいいかとか普通思わないですよ、多分声が重要なのかもしれないです
ね、私の声が、うん、声が異常に変わってるでしょ、うん、それさえあればいいみたいな、うん、かもしれない、うん、あとどう料理しても、うん、武士っていうのが出るでしょきっと、まあ、まあそうだけどまあその時点では気がつかなくてもね、うん、好奇心が強いから、うん、まあとにかくそういうステージを用意されたらやってみましょうって感じでいつもやると、うん、結果は私のものになってるという、うん、ジャケットがまあカラフルにいろんなジャケットがこうディスコグラフィー出てますけど、うん、あのコバルタワーのイラストでポニーテールを言ってるようなのも私っぽいときっと思われると思うし、うん、そのベニスズメのジャケットでねすごくオリエンタルのキッてしてるのも、うん、私にそういう要素があるでしょ、うん、あとオリーブとかアラーマラモードとか、うん、あの時のないホテルでそのヨーロッパっぽい、うん、なんていうのかしら防具っぽいような感じとかってやってもっぽいでしょ、うん、自分で言うのは変ですけど、うん、一番難しいのはあの悲しいほどお天気みたいにポートレートを撮るっていうのがとても難しいんですよ、ね、だから本当にだから逆に言えばそのなんていうマスエミテイストは逆に言えばないという何でもハマっちゃうみたいなね、うん、そうかもしれない、うん、だからスピンでポンとやった時にじゃあこれにそのマスエミにどういう形容詞をかぶせますかって言うとみんな途方に暮れるみたいな、うん、そういうところありますよね、うん、あるんですけどねだから私は、うん私があるんですけどねっていうのは変だけど、外国のアーティストの誰かに 見られたら恥ずかしいっていう人がいませんよ、ね、そういう意味では。あ、なるほど。私は私しかいないから、うん、あ、なるほどね、うん、あの面白いと思えばやることが今まで正しかったですね、うん、逆言えばいまいちちょっと乗れないなって引っかかるんだけど、うんうん、みんないいって言ってるしやろうかっていうと失敗してますなんかわけわかんないけどなんかすごく面白そうだって乗れた時には商業的にも成功してる。なるほどね、うん、とユーミンは、自らの音楽的なミュージシャン的な、アイデンティティについて語っているわけですけれどもその辺のことを昔からの音楽仲間で彼女のことをよく知っている、ドラマーミュージシャンの高橋幸宏さんに聞いてみました。高橋さんはユーミンの最初の出会いっていうのはどんなのだったんですか。ですね、彼女はあの僕の兄があのグループサンズやっておりまして、はい、ザ・フィンガーズ、はい、あのアルモシゲルとかいた、ね、高橋信之と言いますけどそれの追っかけをしていたというねすごいやつですね。まあ、追っかけというと彼女は怒るかもしれませんが、うん、あのファンだったと、で僕自体も彼女とバンドをその頃始めまして、昔のあの、民放のテレビの朝の番組とかに出たことがありますね。あの高橋さんおいくつの頃ですか。僕は16歳か17歳、彼女は14、15歳ですね。あ、当時の彼女ってどうだったんですか。僕たちはあの、まあ、若かったせいもありまして彼女は女だと思っておりませんでした突然ね、ある日彼女が16、17になった時にパッと気がついてみたら、あ、ユーミンって女なんだと思いましたねひどいこと言ってますねいやいや、ひどいというか、やっぱりほら可愛がってたという、妹みたいにね。物はいいようですね。いや、本当です、本当です。悪く取らないでください、ユーミン怖いんだから怖いんですか、あの人。あの人ね、僕のことをね、近親憎悪って言うんですよ。何です。なんかね、僕とユミは似てるんですって、で自分で言うんですよ僕はあんまりそう思わないんですけどで、それに対する近親憎悪があるというね。あ、で、怒ったりするんですか。直接はないんですけどね。あ、で、ミュージシャンユーミンっていうのはどうですか。当時からね、僕はあの彼女はあのすごい、まあ要するに天才だと思ってました。あ、はい、今でも思ってますけどね。ただ、うん、あのほらユーミンっていうのは今自分のこうやってるスタイルっていうのがあまりにももうはっきり明確になってるでしょ、はい、だからその天才だっていう部分がこう急進的でないために見え隠れしませんけれども、大体こう前面に出しちゃってるわけで、ところが彼女自体の持ってる才能っていうのはもうちょっと奥が深くてですね、実はかなり屈折してると思うんですよね。屈折はしてますね、あの方はね。だから僕は彼女に、さらにですね、なんかこうそれを求心的なものにね乗せてやっていただきたいというね。 あの15、6の頃思い出してですねそれを期待してしまいますけど、なんて変わってないんだもん15、6の時から今全然15、6の時はもうもろ天才派だという感じでした。やっぱりあの当時今と同じことやってましたからね、そういう感じしましたね。あのユーミンにインタビューしてて、あのアレンジにこだわらないというのがね、あのなかなかミュージシャンとしてはなんかアブノーマルなものを感じますけども。それじゃあ、 あのマンタがどうでもいいみたいじゃないですかお任せするという。あ、そういう意味ですか、で自分自身こういう音にしてくれ、ああいう音にしてくれっていう欲求はそれほどないって言ってましたけど、昔からそうでしたか。いや、ありましたね。
あ、そうですか。うん、最初のデモテープを撮った時は僕がドラム叩きましたけど、ありましたよ。あ、そうですか。ただ若いっていうことで、やっぱりコピーっていうね、作業があったんで、彼女はプロゴルフもすごい不安でね、その辺のことを意識してかなり言ってましたけどね。なるほどね。うん、で、詩の世界にもうるさかったですね。キース・リードの詩が好きでね。ほぉ。また中学生ですよ。しょうがないですね。ええ、しょうがないやつだ。あ、そうですか。はい。はい、どうもありがとうございました。いやいや、高橋さんは割と最初の頃アレンジにそれなりに主張があったというふうに言っているんですけども、どんなもんでしょうか。さて、続いては初期のナンバーとそして後期のナンバー2曲続けて聴いていただきたいと思います。ルージュの伝言、そしてハートはもうつぶやかない。ユーミンのナンバーを聴いていただいたわけですが、いろいろな方にコメントをユーミンについてもらっていますが、ここでは、スティーブ・ハリスさんにスタジオに来ていただきました。スティーブさんは、アメリカカリフォルニアサンフランシスコで日本語と日本文学を、専攻なさいまして、日本に来て現在6年ぐらい経つ、アメリカ人の方で、私以上に日本語は達者ですので、よろしくお願いします。スティーブさん、よろしく。いわば簡単に言ってしまえば青い目の聞いたユーミンという、そういう安直な展開なんですが、はい、まあ、第一印象どんなものなんですか。第一印象、一番初めて聞いたのはその、初めて日本に来た時だったんだけども、はい、それはあの1977年だったかな、その年の夏だったんだけども、その当時ある大学生と出会って、それで音楽の話したらね、いや、こういう素晴らしい日本のアーティストはいるんだけど、ちょっと聞いてくださいよって、言われて、それで初めて聞いたんですけども、はい、最初なんて言ってもね、ちょっと物足りない、ようななんていうかその、サウンドだったんですよね。物足りないっていうかね、その全然パワーのないボーカルに非常に、透明感に満ちた、バックだったんですよね。なるほどね。でこれは、うん、なるほど、日本のポップスはこのもんかと。向こうではだいたい73年からシンガーソングライターブームっていうのがあって、はい、でそれは日本にもね波及してきたんですよね。そうですね、はい、ジェームス・テイラーとかキャロル・キング、はい、ポール・サイモンで、なんていうのか、そういう背景があったから、ああ、これは日本のシンガーソングライターだと思ったんです、うんうん、だけど向こうのシンガーソングライターと同じように、そのなんていうのかな、微妙にね、その時代に合わせてね、変化してきてるってことは、はい、分かってきたんですけどね、うん、で彼女は常になんていうのかな、その非常にこう適切な時代性をこう披露してる、そういう印象はまだあるんですけどね。なるほどね。それは向こうのほらポール・サイモンは今年グラミー賞を取ったぐらいだからね、じゃあ全然古くなってないんですよね。うん、でところで海外進出、まあ、ユーミンは特にそういうことは求めていませんけれども、アメリカにユーミンが進出したときに、その商業的に成功すると思いますか。思いません。あ、そうですか。うん、いきなり断言しました。むせてしまいましたけどね、そういう大胆な発言から言うと、もうちょっと配慮があるかと思ったんですが、はい、なぜアメリカでは成功しないんでしょうか。物足りないです、音は。ああ、そうですか。ええ、ある程度、なんていうのかな、ヨーロッパではある程度、なんていうのかな、彼女ならでは その世界が受け入れられる余地があるだろうけども、うん、アメリカはもう、全くないって言っちゃうまあ、ほとんどないと思うんですね。あ、そうですか。メロディーなんかなかなか印象的だという気がするんですけど、アメリカ人にとっては、なんか。メロディーだけでは勝負できると思う。できないと思うんですよね。あ、そうですか。なんか、じゃあ、これって言ったら、なんていうのかな、うん、心を打つようなパワーがちょっと今一つないんですよね。あ、そうですか。ね、その、ブルース・スプリングスティーンと比較されても困るんですけども。だって、ね、だってポール・サイモンと比べてもっとパワーが落ちると思うけど、まあ、そう言ってしまうと、なんかユーミンに限らず日本のほとんどのポップアーティストは海外という気にはなかなか難しいということになってしまいます。いや、ユーミンというとどうしてもなんていうのか、その車の中、部屋の中ですよ。あ、そうですか。その壮大なね、平原の中でね、ユーミンをこう聞くようなね、風景はまずこうちょっと想像できないですね。片側やっぱ3車線以上ハイウェイというかフリーウェイがあってはいけないと、2車線以内で聞かないといけないと。いや、中央フリーウェイだったらありがとうございました、はい、いや、なかなか言いたい放題のスティーブ・ハリスさんでしたけれども、中でも言いましたけれども、特にこれはユーミンということじゃなくて、日本のポップミュージック全般を、アメリカ人が聞くとそうなのかなという、そういう感想もちらっとありますね。で、僕はそのユーミンすごくいいと思うのは、その単純な国際進出をなんかお題目のように唱えないという、その辺が僕はそのユーミンのやはりこの売れてる原因だという気がします。何の感動といっても、やはり日本のポップスに誇る偉大な才能でございまして、アメリカ人にそうやすやすといろいろ言われてたまるかという、そういう気もしますけれども、さて、続いて今度は松任谷由実の音楽的ルーツをちらっと探ってみますと、3歳の頃、彼女はなんか
布を裁断する黄台の上でね、当時流行のマンボウを踊ったなどという経歴があるそうですけれども、お手伝いさんがタンゴが大好きということでタンゴを聴いたりとか、ピアノのレッスン、クラシックピアノのレッスンをするようになったり、それから小学校に入りますと森山加代子、坂本九、ポールアンカ、ザ・ピーナッツ、まあ当時流行っていました、いわゆるポップスですね、それから映画音楽などを聞いて、かと思えば小学校5、6年の頃は三味線を習いまして、同時にママさんとパパさんの夢のカリフォルニアも非常に好きだったと。この辺はいわゆるこの世代の、まあ、普通の女の子の音楽体験なのかもしれません。で中学3年までついて清本の習い事、そして中学高校へと進みつれて、いわゆる70年代ポップス、ナインティンテンフルーツガムカンパニーとかデーブディーグループ、シーカーズ、日本の GS といえばゴールデンカップス、モップスという、まあ、その辺を非常に聞き狂ったという、そういう感じですね。非常に雑多な音楽性という感じですが、まあ、日本人の場合は、このようにいろいろな音楽傾向を吸収しながら自分の音楽キャラクターというのを作っていくというのは、これは全体に言えることだと思います。で、ただ彼女の場合特徴的なのはイギリス系の音が好きなのにもかかわらず、多くの人が影響を受けたビートルズにはさして関心の対象がなかったという、プロカルムロを頂点としてキングクリムゾン、ジェネシス、イエス、いわゆるプログレッシブロックですね、この辺などをよく聞いていたようです。さて、ここで当時ユーミンが夢中になった GS の実力派グループ、元モップス。この当時は私も非常に好きなモップスとかダイナマイスというのは、ちょっと音楽にこうなんか一言二言あるという人たちが、非常に支持していたグループなんですけれども、そこの鈴木博光さんに、当時のユーミン像を聞いていました、曲の後に彼の発言を聞いてください。まっすぐユーミが、少女時代に熱中した、グループサウンドのリードシンガーであるモップスの鈴木博光さんでありまして、今はもう、独立したタレントとして大活躍なさってるんですが、彼にいろいろお話を伺いたいと思います。モップス時代で、松田さんユーミンが、楽屋なんかにこうちょろちょろいろいろ来て、でその頃どういう印象でした？アメリカンスクールの、ね、女の子たちとグループでよく一緒に来てて、はい、20年ぐらい前ですからね、はい、新しいレコードが日本のレコード屋さんに出る前に、はい、持ってきてくれるんですよね、アメリカンスクールで。非常にありがたい存在で、その中の一員だったんじゃないかな。それで星君の、ね、リードギターの星のファンでね、鈴木さんじゃないんですか？俺には全然ね、レコードも何も音かった。僕らもね、せこくてね、楽屋、まあ、大体入れませんよね、みんなね、ファンの人は。だけどね、レコードとかね、プレゼントとかあるとね、楽屋の中、入んなさい、入んなさいって入れたんですよ。なもんだからね、星君によくいろんな新しいレコードを持ってきて、プレゼントしてくれたみたいですね。でね、なんか、ユーミンのなんか、お父さん、お母さん、つまり非常に金持ちらしくてね、そういう噂があってね、おい、星にね、おい、お前、ことユーミンとお前一緒になったら、お前のファンだしさ、一緒だったら、お前、いい楽器買えんじゃねえかって、もちろん冗談ですよ、冗談だけどね、言った覚えはありますね、僕は。その時結婚したら今はもうすごいスーパーカップルですね。女の子というそういう印象が強かったわけですね。そうですよ。だから彼女ね、非常に今スターになってからね、ずっと見てて非常に積極的で、頭がいい子でね、優秀な女性でしょう、当時はね、俺たちが怖そうだったのか、我々おとなしくてね、なんかあんな活発なユーミンっていうイメージなかったですね。デビューしましたよね、ユーミンがね、うん、あの時の子だっていう感じで。っていうのはね、ユーミンがね、デビューしたくてっていうかな、そのテープをね、モップスのね、ドラムやしたミケアールとかね、はい、星くんのとこへね、デモテープですか、自分でこう作った曲を、はい、なんかね、持ってきてね、誰かこれプロデュースしてくれる人いないかみたいな話がね、あったんですよ。で俺ね、それね、二人がね、真剣に聴いてるのをね、チラッと聴いててね、なんかね、だらーっとお経みたいな感じ。まだほら、アレンジしてないからね。俺もやっぱ音楽的センスがなかったんだなと思うんだけど、あのルックスと、なんかデモテープだらーっとしてるだけって、まさか、おい、プロの歌手で、しかも、スターになるなんて夢にも思わなかった。だから、僕はね、ユーミンが売れてからね、もう非常に悔しいと思った。つまりね、陽水、モップスとずっと僕ら8年陽水がずっと一緒にしてたでしょ。でもあいつも売れなくてね、もうとにかく事務所辞めたい、一緒に辞めようと、RC サクセションも一緒だったから、あれも誘って、あちらも苦しかったですからね、誘えば来た。で、ユーミンはあれプロデュースしておけば、陽水とユーミンと RC ね、もっと今まで僕はもう本当に愛車番組、タレント番組やってませんよ、本当に。繰り返ってどっかでね、もう悠々自適で、最高ですけどね。
ったんですよ。その時になぜ判断できなかったんですか。できなかった。だってあんなに綺麗になると思わなかったもん。あんなに本当に素晴らしい女性だと気づかなかったの本当に。まあ僕のやっぱりね、目がないんだって、目がないんだね。残念ですよ本当に。たどり着いたらいつも雨降り、これはモップスの代表的なヒット曲ですけども、それについて、鈴木さんの発言が聞きましたけど、何やら人生を感じさせるしみじみとしてしまう発言でございましたが、さて、ユーミンの、なんというか集大成という感じで4時間にわたってずっとやっているわけでございますが、ここまで聞いた、皆さんいかがだったでございましょうか。私はいろいろねヒット曲がたくさん書くのではないだろうかという皆さんの期待をこう放送をやりながらひしひしと感じているんですがね、何せ181曲ですからね、その他選ぶというのはなかなか大変でありまして、聞きながら中央フリーウェイがせっかくかかったと思ったら突然汚い声かぶせやがってとかね、いろいろみんながイライラしているというのは十二分に制作されるのが分かっておりまして、しかし書けられる曲も限られておりますし、それからお話といろいろ関連のある曲はぜひ書けたいしというところで、なかなか苦労しているわけであります。そこで、我が NHK のスタッフは必殺技を出しまして、ここでユーミンのヒット曲をノンストップで、テープ編集して、まとめて聴いていただこうと思うわけであります。あての中にも入っておりましたけれども、ユーミンが、少女時代というかプロコルハルムすごく好きであったと、青い影なんていうのがプロコルハルムの代表曲なんですけれども、有名な話なんですが、皆さんあんまりその青い影なるものを実際に聞いたことがないのではないだろうかと思いまして、ここではそのユーミンの音楽的ルーツの一つの代表でもあるプロコルハルムの青い影を聞いて、いよいよ番組後半の結構今聞くとね、うん、なんかこう時代を感じさせる音だし、ね、結構ドラマチックだし、で基本的にこういうドラマチックなものが好きみたいですね。プロコルハルムが先かイギリスが先かっていうのが鶏と卵なんだけど、うんうん、私の中ではイギリスがとっても好きなんですよね。なんかロマンをかきたてられるんです、うん、暗い国ですけど ね暗い国、暗さも含めてね、うん、でプロコルハルムをずっと追ってると海の歌とか海賊の歌とかすごく出てくるでしょ、うんうんうん、そういう感じも好きだし、それがなんかアメリカに渡ったっていうピューリタンのね、うんうんうん、お話とかも出てくるのがすごく好きだったのと、学校があんまり好きな学校じゃなかったですけどね唯一教会音楽とかに、うん、触れられてよかったのと、イギリス国教会っていう、うん、ジャンルなんていうの宗派だったから、うん、音楽とかもそういうカンタベリーっぽいのが、ね、うんうん、よく耳にしたし、自分でも一時期クワイアにいたりしたことがあって、本当に覚えてるんですよね、すごくよく、うん、でコード進行なんかに確実に出てきてるし、そのちょっと話が前後するんですけれども、例えばそういういわゆるプロコルハルムのドラマチックである意味でおどろおどろしいみたいな、そういうところっていうのはおどろおどろしいかしらというか、なんていうのかな、荘厳、なんか暗いロマネスクというかさ、うん、そういうなんかこうテイストというのは、例えば松江さんが育った八王子という町でなんか夜店があってどうだこうとかっていう、そういうようななんかまたね、その感じは違うんですね。違うんだ、その辺はねアメリカっぽかった。逆にアメリカっぽいの、戦後の闇跡とかそういう、それと休日になるとね、近くのベースからいっぱい人が来たりとかね、アメリカンポップスの感じ、なんかこうドロドロとは全然違うんだ、またね、もう少しアメリカっぽくけばい感じ、ね、アメリカっぽくけばい、うん、でそこでほら大抵すぐほら日本人ってアメリカンテイストにこう毒されてすぐわーっていくんだけども、うん、松田さん行かなかった。そうです ね、なんか母親の影響とかもあるんだけど、無国籍だったのね、うん、やたらそれ大正ロマンかもしれないけど、うん、愛称ロマン、うん、持ち物とか、うちの母親の持ち物とか、うん、趣味とかそういうのがね、うん、本当に雑多だったんですよ、うん、中国の家具があったかと思えば、うん、なんかロシアっぽいマフっていうのをよくしてたのを覚えてるし、手をこう温める、はあ、手袋っていうよりこう毛皮みたいなのとかね、帽子とか好きだったり、だからそのアメリカっぽい感じ、基地の感じとかだけに毒されるっていうのはなくて、うん、それは一つの要素として取り入れてるという、うん、
陰りゆく部屋、もうもろドラマチック、もろプロクラムというナンバーを聞いていただきました。さて、ドラマチックといえば演劇界ではこの人、蜷川幸雄さんが真っ先に名前として浮かびますけれども、以前蜷川さんとユーミンというのは一緒に、まあ、ステージ演出やってみようみたいな話があって、ユーミンのステージの演出やるというそういう、まあ、話が一旦持ち上がったんですけど、まあ、結局実現しなかったんですね。その蜷川さんにユーミンについていろいろ聞いてみました。蜷川幸雄さんが昔ユーミンの、コンサートの演出を依頼されて、で結構お二人とも積極的になったんだけども、今一つ盛り上がらないまま、なんか実現しなかった、その辺のいきさつをちょっと話していただけますか。ちょうどこの日生でね、はい、ユーミンさんがやりたいって言ってて、ですごくビジュアルなことをやろうとしたんだけど、まあ、僕がね松任谷さんを恐れたわけねっていうのはね音楽的に衝突、つまりビジュアルに追うと、機械がどこへ置いてほしいとかね、そこのところがうまくコントロールできないんじゃないかという僕の直感でね、僕が逃げたというかね、それがうまく解決されないと両方で現場でねぶつかると嫌だなと思って、僕がただひたすらご主人を恐れて逃げただけど あの当時すごいビジュアルなことを考え彼女は考えてたしね、はい、僕もあんまり暗くないね、明るい綺麗さがいいなと思ってね、やりたかったんだけどね。蜷川さんは、まあ、最近では都はるみの引退公演の演出とか結構、ジュリーをやったりとか音楽ものは手掛けてらっしゃいますよね。そうお好きなんですか。好きだよ、ちょっと見てよほらこうあんだろいろいろ今蜷川さん一生懸命カセットを示して偉そがっておりますけれども、やはりいわゆる芝居の演出と違ってコンサートの演出というのもなかなか楽しいものなんですか。ね、戯曲の言葉から解放されるからね、その視覚的なことだけ考えてるわけね。で、まあ、一応歌詞の内容、歌詞の意味は考えるけれども、そういう意味ではね無責任に楽しいね。もっと注文来ないかなと思ったんだけど来ないんだよなんかね歌詞に物投げそうだから。そんなことないよ、へーへーっつってるよ信用できないですけど松田さんでユーミンの場合は非常に、まあ、今蜷川さんおっしゃいましたけれども演出がドラマチックであるという、うん、そういう、まあ、噂もありますし、うん、それから彼女の歌そのものも結構ドラマチックなものがあるんで、うん、その辺は蜷川さんと割と資質的に合うんじゃないかという気がするんですけど、どうですか。だいたいハッタリ色線ですねコケ落としハッタリその胸いよユーミンさんしか僕の方ねそれから過剰ねまあだいたいそんなところいやそれは大変な謙遜なんですね。地震から来る謙遜で、こういうのが一番危ないんですけども。闇だよ。ユーミンのそういうドラマチックさっていうか、割と劇的なその彼女自身の資質みたいなのには興味があったわけですか。うん。それで、フォークの生活派的な匂いがなくてね、この爽やかさと、両家の子女の傲慢さね。だって谷村新司さんをやっつけた時のなんかインタビューじゃない、雑誌読んで、びっくりした、あんなにズケズケ傷つける人もいないんじゃないかという。そういうところは好きですね。つい勇み足をして、しまうと。なるほど、ね、ああいうところは似てますね。またじゃあもしユーミンから依頼があったら今度こそやるよ。だけどさ最後、まあ、噂俺すごいユーミンさんについてはね神経尖らしてるわけ。何やってんだとかね、どのぐらいイルミネーションあるんだとか何あそこ像が出たとかさ心配してるわけで、まあ、負けないようにしてんだけどね。危ないのは見に行かないんだよ。自分がそれを見ちゃうとね、似たことをやったと思われるのは嫌だからね、危ないんだよね。じゃあとりあえずなんかユーミンにまず蜷川さんの芝居に来てもらって、でなんか真似てもらって、それからユーミンに立ってから、ユーミンに立ってからやりたいですね。そう。はい、でも今度のはねちょっとねひそやかな割とユーミンさんとちょっと違うね品のいい路線をやってるんで、ね、これはやめた方がいいですね。なんか品のいいのじゃまずいみたいじゃないユーミンが。嫌味に聞こえる。僕はユーミンさんにね、なんかね安っぽい感じにね衣装が見えるんだけど、あれは意図的にやってるんですかって聞いたらね、バカって、あれは意図的にもっと高級なつもりだって怒られてる。その時に言われたんで。あ、そうですか。危ない演出家ですねやっぱり。はい、どうもありがとうございました。すいませんでした。例えばステージに立った時のね、あれとかがきっと花があったんだと思うわけ、最初から。というか逆に自分自身もそれほど派手な性格だと思っていなかった。うん、思ってなかったし、地味でいることが美徳だっていう意識がどっかであったのね。へえ、地味でいることが美徳だった、っていうのは子供の時から見る側だったから、親に連れられて、
ステージに立ったりする人間はそれはこうキャーって騒がれてるけどね、見てる側よりは卑しい職業なんだっていう叩き込まれ、あ、なるほどね、うん、役者に対する昔の人たちの感覚、うん、そういうのがあったわけ。だから作家にはなりたいけど歌手になるのは卑しいと思った本当に、へ、うん、その照れとかがすごく上がらせてたんだと思うけどね。じゃあまあその飛行機雲が出て何回かステージをやってますよね、ええ、その時あんまり楽しいもんじゃなかった。全然楽しくなかった。拷問に近い、ええ、人前で歌うのは、ええ、結婚前はもう本当に拷問に近い感じでしたね。全部学園祭のステージとかでも同年代が見ててわーって盛り上がってるからその中で盛り上がるけど、何かここにいていいんだろうかっていういつも後ろめたい気持ちがあったのね。へ、うん、面白いですね。じゃあもうコンサートなんかスケジュール切られてあーって感じだったんだ。そう、何のためにやってるか分かんなかった。だから逆にすごく派手にして出てたんだと思う、吹っ切るために。もちろんなんていうのかな、ステージに立つ人間はね、うん、派手で当たり前だっていう見る側の意識と、子供の時からの見る側の意識と、それと自分がそのなんかすごく飾り立てないとステージに立てないっていうことでね、うん、だってアリスとかと昔どっか岡山とかそういう体育館での一緒の仕事やなんかの時にね、あの人たちはああいう格好してるでしょ、うん、私スパンコールのさピンクレディよりも5年ぐらい前にあのチュチュみたいな着てるんだもんそれがコンサート苦痛だっていう全然結びつかないですけどね。ねえ、ねえ、それはいや苦痛でしたよ。だけどもそういう格好しちゃう。だからそういうふうにすれば恥ずかしくなくなって、ね、別人格になれるんじゃないかという、うん、じゃあもうコンサート前は胃が痛いみたいな覚悟は決めますけどねまあやらなくちゃしょうがないんだって、うん、ミュージシャンあと負けず嫌いだったのは出てしまえばね。しかしいきなりそんな格好で出ると浮くでしょ、目いっぱい。だから浮いたところが面白かったのかもしれないですね、明らかに違うって感じで、地味に分かんないようにチョロチョロってペアって引っ込もうとかってそういう感じは全然ない、うん、恥ずかしいからってそういう風にはしなかったっていうこの屈折した感じ、うまく説明できないけど自分の中ではよく分かってる。じゃあもうその当時のライブステージってね、いやって感じだったんだ。そうね、だからステージに立つこと自体がもう天職みたいに思い出したのは5年ぐらい前からですよ。面白いですね。だけど本当自分の自己発見の旅路でもありますね。そうです、ね、すごい言葉だな、自己発見の旅路なんかあれですね、なんか NHK のタイトルみたいな、うんね、大河ドラマみたいなあれ。じゃあもしミュージシャンやらなければ意外と地味にしてたかもしれませんね。そうです ね, ね、ええ、反対にものすごい土地味になってた。土地味になってて結構陰険なあの中年のなんか奥さんになってたりして、うん、娘に厳しいしつけかなんかして、うん、私はすごく教育ママとかになっちゃうタイプです。エスパーリーカーネーションからエスパーを聞いていただきました。最初の頃はもうなんかうまくいかないなとか周りも下手だって言うしもう嫌になっちゃうなみたいなコンプレックスみたいなのありました。極端な上がり症だったね、うん、自意識の強さから来てるんだと思うけど、うん、でコンサートを忘れもしないね西武、うんうん、パルコ劇場かのこけら落としみたいな頃の時に、うん、完全に私のデビューコンサートってことじゃなくて、うん、そのアルファのねコンサートということでガロが出たりいろいろなんか釜石さんが出たりして変なあれ、ね、ステージに出た時ねもう上がりすぎてね、うん、ステージで泣き出しちゃったんですよ可愛いですね。そう今のマスター読みともうみんなそう言いますただ村井さんとかその川添さんっていうプロデューサーとかがねそれを見て、うん、これは大物だって言ったっていう何で大物だ要するに自意識がこれだけ強いっていうことはこれだけ上がるっていうことはこれが抜けた時にねもう晒しちゃうっていう玉に なっちゃう、うんうん、っていうのを予言してましたけどねでもその通りですよね。本当にもう緊張しちゃってしょうがなかったんですか。そういまだに
緊張するときはしますよ。そうですね、割と上がり症ですね、本当にね、うんうん、それは前に後から聞こうと思いますけど、うん、それこそ憑依しちゃったときにはすごい、うん、きっとね、うん、デビューコンサートで泣き始めたユーミンっていうのもね、一遍ぜひ見てみたかったものという感じがしますけれども、さて、そのデビューコンサートで歌った飛行機雲を聴いていただきまして、その後で今のインタビューの話の中にも出てきますけれども、プロデューサーでもある村井邦彦さんのお話をお聞きください。飛行機雲というレコードは、ね、僕にとってもものすごくその思い出深いレコードで、というのはどうかというとね、当時ね、あんまり日本でいい録音ができるスタジオなかったんですよ。それで、ともかくその欧米並みのね、マルチトラックがあって、いい音で撮れるスタジオを作りたくてしょうがなかったね。で、そのスタジオができたわけです。で、そのスタジオのね、最初の録音がその飛行機雲なんですね。で、あの今でもあの飛行機雲のレコードを聞くと、あの音の透明感といいね、実に我ながらね、よくできてると思うんですよ。で、そのままあのスタジオもそうであったし、それから後に僕と一緒に組んで YMO で大成功するんだけども、あの細野くんが、このプロジェクトに加わって、その結果、まあ、非常にいいレコードができたわけだけど、それ以上にユミにとってはあのその細野くんのバンドにいた松任谷くんとそこが最初の出会いになるわけだよね。で、そういうね、いろいろな思いがあのレコードにはね、こもっていてね、今、時々引っ張り出して聴くんだけども、思い出深いレコードなんですね。ところがこれは売れないんですよ、最初出して。2000枚ぐらい吸って、こちらはもう1年ぐらいがかりでもって一生懸命作ってね、もう最高の作品だと思ってるんだけども、なかなかそういうふうに理解されなくて。でこれを売るためにどうしようかという相談をして、あれはね、西武のパルコ劇場がまだできたばかりの頃だったと思うんですけども、ともかくやっぱりこういうレコードが世の中にあるということをお披露目しなきゃいけないということでね、最初のコンサートをやったんですね。ところがそのユミはそのライターとしてはもうかなり経験積んでいたけども、プロフェッショナルなシンガーとしてステージの上で何かやるということは全くトレーニングもされていないわけですよ。ですからもう最初のステージはもうバッタンバッタンになってね、本人も多分最初僕たちが言うからねやったけども、ほとんどいやいやしぶしぶやってたんだと思うんです。そのうちになんかそのステージの魅力に彼女自身がこう取りつかれてきて、で今やもう大ステージ人間だもん。